富士川滑空場と富士山富士川川口付近の空中写真。河川岩堤防に並行した滑走路が富士川滑空場。富士川滑空場は静岡県静岡市清水区の富士川河川敷地にある場外離着陸場。富士川河口の堤防内に位置し、滑走路の南端は駿河湾、北端は国道1号の新富士川橋に近接している。 定期便等の就航はなく、休日を中心に、グライダーや軽飛行機などの離着陸や訓練に利用されている。天気の良い日は、北北東に富士山を望むことができる。早朝を中心に、大学サークルや社会人サークルによる人力飛行機の試験飛行に使われることがあり、春から鳥人間コンテスト開催にかけての期間には、多くの人力飛行機が集まる。 また、滑走路が海に面しているため、駿河湾を使ったファイ記録飛行の挑戦にも使われることがあり、日本大学理工学部航空研究会は2005年8月6日、ここから離陸して 49.172km という飛行直線距離の日本記録を樹立した。このように人力飛行機が頻繁に利用する飛行場は世界的にも非常に珍しい。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ありがとうございます。